国連の専門機関は新型コロナウイルスの影響で世界の労働者の収入が 10% 以上減ったと指摘する報告書をまとめました。 ILO 国際労働機関は23日、今年1月から9月までの間、世界の労働者の収入は去年の同じ時期に比べ 10.7%、 金額にしておよそ370兆円減少したという推計を発表しました。6月下旬の想定を大幅に超え、特に低所得の国などでは減少幅は 15% に上ります。また今年4月から6月までの世界の総労働時間は去年10月から12月までと比べて 17.3% 減少しました。これはフルタイムで働く4億9500万人が失業したことに相当すると指摘しています。